トヨタのアノアは、トヨタ自動車が販売している5.8人乗りのミニバン型乗用車である。製造は、トヨタ車体藤松工場が担当している。先代モデル、タウンエースノア、ライトエースノアの後輪駆動方式から、イプサムのプラットフォームを活用した前輪駆動方式に転換して低彫化し、スライドドアを後席左側だけではなく後席右側にも設け、 またエアロパーツ装備が前提となるなど、現代的な改良が図られている。また、窓を開けた状態で、スライドドアを開けようとすると、途中で止まる安全装置が機能する。本モデルから、タウンエース、ライトエースの名が外れ、トヨタカローラ店販売車種がこの、ノア、ネッツ店販売車種が、ボクシーと改名している。ダイハツ向け姉妹車は廃止された。 三角窓上のはめ込み窓があり、ボクシー同様、二代目まで、センターメーター、三代目からは、オーソドックスなアナログメーターを採用している。なお二代目から香港とマカオでも販売がされている。三代目からは、ノアとボクシーの発売に遅れて、トヨタ店、トヨペット店向けの姉妹車、エスクアイアが登場し、かつてのタウンエース三兄弟の構図が復活。 トヨタとしては80から90年代にかけて展開されたマーク23兄弟以来の3兄弟となる。これによりポルテスペード同様実質的な前転平廃車種となった。初代モデルが好評だったためキープコンセプトでのフルモデルチェンジとなった。プラットフォームは先代のものを改良して引き続き使用し、センターメーターも引き続き採用されている。また、 この二代目には、バルブマチックという新システムを採用したエンジンが初めて SI に搭載された。また、燃費性能も向上され、全社、平成22年度燃費基準プラス20%を達成している。ボディサイズは、基本的に先代と同じく5ナンバーサイズを保っているが、SIS はワイド化された。 フロントフェンダーとエアロパーツの装着によって全幅が 1720mm に拡大し三ナンバー車となる。また、当モデルの三ナンバー車は渦巻き型のホーンが標準で装備されている。SI にはアイシスに続きトヨタのミニバンとしては2車種目となるパドルシフトが装着される。また、サードシートにはワンタッチで折りたたみから跳ね上げまでできる世界初の ワンタッチスペースアップシートを装備した。路線バスとしての使用例もあり、岡山県内に本拠地を置く、中鉄バスがコミュニティバス用に保有している。また、トヨタ自動車東日本の工場がある、岩手県内に本拠地を置く、岩田朝日テレビでは本社をロケ車として保有している。東方は、香港マカオタイブルネーマレーシアシンガポールで、 エアロモデルとノーマルモデルの2グレード展開で販売されていた。また、インドネシアにおいては、ナブ1の社名で2018年現在においても販売されている。エクステリアは、3代目ボクシーと共通のデザインコンセプト、エモーショナルボックスを掲げ、社外からでも室内の広さがわかる力強い箱とし、 アンダーグリルと一体化した大型フロントグリルとヘッドランプの組み合わせによりワイド感とフロントマスクの厚みを持たせミニバンの王道を行く堂々感を表現。また2台目に引き続いてドレスアップ仕様の SI を設定し迫力のあるフロントフェイスと低重心のワイドボディを専用フロントフェンダーパーツで強調させ圧倒的な存在感を持たせた。インテリアでは ダッシュパネルより後方のボディ骨格を一新した低床フラットフロアの採用により前後2台目に比べて 25mm 低くしながら室内根が 60mm 高くなったことで広い室内空間とステップがない乗り込みによる乗効性の向上を実現したほか過失フロアも 60mm 低くするとともにサードシートの収納構造を工夫したことで 加湿空間の使い勝手を高めた。さらに、サスペンション構造も変更され、旋回時のロールや車の無駄な動きを抑えることで、揺れが少ないフラットな乗り心地や、安定感がある、そうだ安定性を実現した。また、三代目プリウスのものを移植した形の1.8リットルミラーサイクルエンジンである、2ZR フックス型にモーターを組み合わせた。 リダクション機構付け THS2 を採用したハイブリッド車を新設定。ガソリン車は先代に引き続き 3ZR フェイ型を搭載するがバルブマチックの改良を行ったほか一部グレードを除く全車にアイドリングストップシステムを搭載。トランスミッションはアイドリングストップシステムと協調制御する電動オイルポンプと運転状態に応じてエネルギー消費を 最適化する日ポート型オイルポンプを備えたことで、クラストップレベルの変速比幅を実現したスーパー CVTI の採用により燃費を向上し、ハイブリッド車のみならずガソリン車も平成二十七年度燃費基準プラス二十パーセントを達成した。グレード体系はガソリン車は X、G、SI の三グレードに整理され、X にはヘッドランプをハロゲンにグレードダウンし、 アイドリングストップシステムなどの一部装備を非装備化した廉価パッケージ、V パッケージが用意されていた。ハイブリッド車は、ハイブリッド X とハイブリッド G が用意される。なお、初代2代目ではリアに装着されていたグレードバッジがなくなり、初代2代目まで設定されていた U に相当する5人の利仕様が設定されなくなった。ありがとうございます。